お疲れピース。どうものキンです。もうだいぶ暖かくなってきましたね。新社会人になった皆様、仕事をはかどってますか？結構昔の話で、友達に聞いた話なんですけども、僕の友達そこそこ有名な企業の入社試験に受けに行ってて、なんかいろいろ筆記試験やら、一般常識の試験やら、いろいろ受けさせられたみたいで、で、彼最終面接まで勝ち残ったんですよ。そこで履歴書に、趣味特技って書く欄あるじゃないですか。そこに彼は、映画鑑賞、カメラって書いたらしいんですよ。面接っていろいろ細かいこと聞かれたりするじゃないですか。で、面接官から、映画鑑賞はどんな映画が一番おすすめですかって聞かれたんですよ。で、大抵の一般人だったら、ショーシャンクだったりレオンだったり、まあ、割と話の弾みやすい名作を無難に答えると思うんですよ。彼そこでなんて答えたと思います？彼はね、資料の腹渡って答えたんですよ。まさかのスプラッター映画。その話聞いた時マジかって思いましたね。就職面接で資料の腹渡っていうワードが出たのは多分世界でも史上初のことじゃないですかね。で、面接官からそれはどういう映画なのか説明できますかって聞かれて、まあ友達は普通に悪霊が蘇って人間に憑依して友達を騙する映画ですみたいなそんな感じで淡々と答えたらしいですね。で、結局なんか不合格になったらしくて、どっかの中小企業に就職したそうです。いや、当時聞いた時マジで面白かったなと思って、まあ世の中変なやつっているんですよね、やっぱり。あ、すいません。話が長くなってしまいましたけども、今日はこれからバイクの洗車に行きたいと思います。今回は嫁さんに全てやってもらおうという企画で、果たして一人でこなすことができるのかっていうね、そんな感じのモニタリングをやっていきたいと思います。ということで、これからインカムつなぎまーす。やりますね。はい、今日は後ろに嫁さんを連れて昼飯を食べに行って、これがこの890デュークのね、洗車をしたいと思います。なんでさ、私がやんなきゃいけないの？まあ、たまにはちょっと、まあ、こういう企画もいいんじゃないかとね。はい、まあいいけどさ。いいかい。もうちょい粘ってほしかった。やる意味は分かんないよね。やる意味は、まあないかな。たまにはいいんじゃないですか。じゃあまた今回もかけていいってことですか？かけていい、水をかけていいって言うとなんかやらしく聞こえるな。じゃあホースを向けていいですか？ホースを向けていい。俺のホース？何のこと？いや、なんでもない。いや、でもだいぶ暖かくなってきたね。もう春ですね。だいぶバイカーにとっても外出しやすくなった季節ですね。そろそろきっと女元ブロガーたちがこぞって温泉ツーリング動画を上げ出すぞ、きっと。この前 YouTube のタイムラインにね、温泉をメインに扱ってる女 YouTuber が出てきましてね、もうサムネがね、ほぼ全裸なんですよ。アカウントを停止されない。際どいところは見えないんですけど全裸なんですよ。数百万再生を連発してたから、なんだこれと思って、ふざけとるんかと思って、でちょっと気になって見るじゃないですか。決してやらしい気持ちではなく、市場調査の一環として拝見したまでです。信じてください。見てみたらね、あのフィリピンパブ城にいそうなババアが出てきましたね。胸がでかいんじゃなくてね、あの座体がいいんですよね。俺みたいな声してるんですよ。先明けのあのガッサガサのね、なんかもう自分で出てちょっと悲しくなってきた。ババアの裸って需要が限定的すぎる。若い女性かなと思ってちょっとクリックしたら、あのババアが出たっていうか、あのブラグラみたいなものだ。クリックしたらなんか急にバーンってなんかホラー映像が流れる感じ。タムネだけ見たらすごいなんかエロスを感じたんだよね。でも開いた瞬間もう俺は黒人少年の真顔みたいな顔だったから。まああれはもう一種の AV のパッケージみたいなもんだね。もう AV のパッケージって基本的に詐欺じゃん。あれ AV 見たことある？ AV なんで撮ってんの？ダメっすか？ダメっすね。いやー、俺も温泉の動画出すかな。需要はないよね。なんかマッチョの新人アナが温泉に入った動画あるんだけど、それ30万再生ぐらいいってたんだよね。あとワンチャンいけるんちゃうかと思って、でコメント見たら結構外国語で書き込まれてて、世界中のホモを呼び寄せたんだよね。痛たー肉体だい。まあ一時期筋トレにハマってた時期あったからな。その時の肉体を取り戻す。肉体言うなよ。筋トレのモチベーション維持のためにあのマッチョの画像をね携帯に入れてたら、まあ嫁にねガチホモって思われたから本当に。彼氏がもし俺が男と浮気したらどうする？女性からしたら多分女と浮気したらさ、なるってなるじゃん。男だったらどうなの？複雑すぎるんだけど。ワンチャンあり？あ、男なのね。まあしょうがないわねとかならない？女だったらとライバル意識とかも弱いときは他の女にって なるじゃん。男だったら許せる？いやあ、この感じで多分許せるな。え、行くの？行きませんけど。結構 BL 好きな女性っているじゃないですか、やっぱり。ああいう人ってどうなんだろうね。あんながさ、男とさ、おせせしてたらどうするんだろう。現実はキモいと思うけどな。実物は痛い？いや、お礼につくねえよ。いやー、筋トレはいいぞー。やってないけどね。筋トレは見た目は変わるし、基礎代謝もアップするし、睡眠の質も上げる、ストレス解消にもなる。いいこと尽くす。誰か滑舌直してください。フラインガーデン到着しましたー。降りるよー。ダメです。ここがフラインガーデンです。ラウンド1、はい。はい。おーい。うまい！うまい！ちょっと待て！じゃあ行きますか。やめて。ほら。ほら。最高。洗車しに行きたいと思います。890デューク買って以来初めての洗車ですね。ガロスタ到着しました。あ、ありました。到着です。降りるよ。はいよ。はぁ、あ、
なんて格好してんだお前は。寒いと思って。さっきまでデュカオ。今日もかっこいいでしょ。その魅力をみんなに向けて語ってもらっていい？このね、廃屋の匂いがいいですね。は？まああと10分ぐらいかな。でそこの先になんか高級旅館があるみたいだから、そこに一回やってみるか。またラブホだろ。でもなんだかんだであの動画もね20万ぐらいいくのかな。騙された甲斐があるって思えばいいっすよ。もうすぐ着きますね。ここですね。よいしょ。嫁さんが全部やってもらいます。じゃあ押しますよ。車に向けてください。なるべく上からかけるように。そろそろシャンプーが出るよ。あれなんか俺の思ってたシャンプーと違うぞ。なんか泡が想像してたの違うな。え？どうした？いや、思いっきり水圧でさ。あ、水圧が急に止まったから。なんだこれ、おしっこ。お、やめろ。ふざけんな。お、お、お、やるのか。やります。え、もういいわ。スポンジで磨かしてくんないわけこれ。やめろ、おしっこみたいにかけんなよこれ。あ、多分こっちだったのかな。こだわり戦車、今やったのおまかせ戦車だから。うわ、マジ無駄金。反応が面白いからさ、戦車場ってどこもさ、お釣り自体なんかムカつくんだよ。本日2回目。はい、じゃあとりあえずこれで1回磨いてみましょう。いや雑。おい、待て待て待て、もうちょっと優しくだよ。まだ右半身しか洗ってないし、そう、洗ってないし、ホイールとかさ、まだ。そうそうそう。いや、いるわ。いや雑。風呂洗いしたことないんか。どうせ汚れるからっておろそかにしちゃダメでしょそこは。おい、スポンジを出し入れしてるだけじゃないか。雑雑。もういい、ちょっと、もう向かして。あ、もうね、結局俺が洗うっていう。いや、このアクラポビッチがね、うわ、なんだよ、ふざけんなよ、オケ。このアクラポビッチが、まあ、もうションでかけんだ、ポケ。ほら、あっち行け。え？おい、まだ洗ってんだよ。止めんのかい。存分に洗っちゃってください、もう。はい、嫁さん、今日は洗車、ありがとうございました。しっかり洗ってもらって、ありがとうございました。でしょ？バカタレが。あ、わー、汚れちゃった。違う靴買おう。なんだろう、シャンプーがちょっと俺気に食わない。あれは俺シャンプーとは認めねえよ。やっぱ前行ったところが一番いいんですかね。次はもうちょっと泡の出るところで行こう。はい、ソープランドね。